演武開演。どうも、本日はこちらテーブルマーク鮭と野沢菜の焼きおにぎりを食べたいと思います。まあ焼くというか動くなので温めるかもしれません。こう一個丁寧に包装になってるんですね。中はこんな風になっているようです。それでは温めていきます。温まりました。ではいただきます。おにぎりと違って焼きおにぎりは歯ごたえがあるのがまたいいです。でちょっと歯ごたえのあるおにぎりにを噛みしめると中からこう野沢菜の風味がちょっと感じられてごまの歯ごたえ、さらに最後に鮭も来てとっても美味しかったです。焼きおにぎりはなかなか食べる機会がないのですが、こうして食べると美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。